はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、みのけんじです。さて、バイオハザード RE2。さあ、やっていきましょう。さあ、片道切符の、研究所行きましょう。ゴー。この先のトラップ仕掛けのやつは分かってるから。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。問題は弾がね、少ないことなんですよ。ハンドガンの弾が俺は許せない。アンブレラに乗り込んで一刻も早く処罰すべきだ。そうね。でもあなたは正式に任命されてない。これは FBI の仕事。 G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる？そっちは？もちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。 G ウイルスお願い。こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。エイダ、弱気になるな。もちろん俺も手を貸す。レオ、私を見て。まともに動けない。あなたが最後の希望なの。お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする？おっと、いきなり。平気よ。私なら大丈夫。見届けたいの。事件の結末を。それからあなたのこともね。間もなくネストに到着します。よーしと。お願い、時間がないの。持って行った。わかった。レオン、頼んだわよ。あ、さてさて、腕はゲッチュ。よし、行きましょう。さあ、研究所へ。いざ参る。壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。弾がねえ、弾がよ。壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。ようこそネストへ。ご訪問と歓迎いたします。さて、 G ウイルスはどこだ？ショットガンの弾、ノースエリアのチーズ、オッケー。この先は、はい、ここはまだ行けませんよと。ゲストの方の立ち入りはご遠慮ください。さて、ここからだね。で、燃料、あー、あれか、火炎放射器。ここはちょっとナイフ一本犠牲にするか。弾使うよりはマシ。よいしょ。ハンドガン、ハンドガンの弾の方が今は欲しいな。ナイフ、
お、レギュレーター、あー、これか。ショットガンの弾。増やすか。でこいつ雑使いよし、OK、どうしようかな。あのナイフはもういい。ないから、さてと、でこっちに行けるようになった。カートライト部長はお呼びです。イーストエリアへお越しください。よいしょ。よし。で、ほい。よっしゃ、行くぞ。さあ、レッツゴー、レッツゴー。が欲しいかな。ストリックはいらねえ。ナイフ。お、ガンパウダー。よし、じゃあ行きますか。こっちが確か鍵かかってたよね、うん、よしと。さあ、リストタグをアップグレードしましょう。さて、こっからだね。こっからはさすがに火炎放射器がいるな。で死ぬのか試してみよう。まあ別に倒す必要ねえからな。でこれか。これどうだったかな。一応分かってはいるから、
ケー。で、もう一個が、こうだったかな。オッケー。実は分かってるっていうね。よし、これでいちいち何回も戻るとかはない。で、こいつをゲットして。薬液を散布します。オッケー。そうだなぁ。いろいろと足りなくなるのは目に見えてるけど。レッドハーブ。まずは。現在マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。で。クリア編の時のがスムーズにいってたわ。オッケー。で、地下に行って、オッケー。で、冷却しなきゃいけないから。待った。よいしょ。焼夷弾があったらね、めちゃくちゃ楽なんだけどね。さすがにないですからね。ないものねだりしてもね。の弾を多めに作っといた方がいいかな。で、本当は使いたくないけどね。まぶナーブは。
極力敵は無視して、これだね、これ重要。サイドパック取りに行こう。サイドパック重要。でサイドパック取ったら、また地下に行ってサーバールームと冷却施設に行くようにして、なるべく消費を抑えていきたいね。お、倒さなくてよかったかな。 MUF のね、よし、サイドパックで、まあ一応これ見て、特に何もないから逃げます。でこれで 1,2,3,4 つ巻きができたね。よいしょ。でサーバー室に行って一回セーブしたいね。いやー、焼夷弾こう考えるとめちゃめちゃ便利だったね。リッカーにも、あの植物のプラントみたいなやつにも一撃だし便利すぎやろ。で、こっちから行った方がいいかな。あれ、一発お見舞いしてひるませて逃げます。よいしょ。そんな必要に追ってくることはありませんから。もう一体ぐらい行った気がするね。まあでも別に
マグナム作っとくか。そうだ、グリーンハーブ3つ合わせちゃうか、これ。で、線香持ってって、ガンパウダー同士合わせる、いや、ショットガンの方がいいかな。氷漬けにされちまう。さてと、はい。電圧シーケンスを実行中。ガンパウダー、よし。さてと、まあいいよ。じゃあな。よいしょ。さて、あの植物がどこにいるかだな。そこにいて。はい、はい。あ、くそ。まあナイフ1本ぐらいいいよ。する。規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。枯れてるぜ。この操作は6に保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。で、行けろー。あれ、なんか来てない？よいしょ。
よいしょ。じゃあな。かまってらんねえぜ。で、ああっていうかさ、 G 戦なかったっけ。回復薬か。一個増やしてっか。よし、そんじゃまあウエストエリアに行きましょう。よいしょ。レッツゴーレッツゴー。さあマグナムの出番、27発あるからね。またビデオテープか。手榴弾 OSS ね。ビデオ見るか。これも一緒で。D ウイルスを確認。マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。やめろ。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。よし。さてと、こっからが本番だね。お、ブローカー。よし。さて、抗ウイルス剤。うわーやべえなー、これ。これタイラントだ、タイラントだよね、これ。しまった。
強化火薬と合成すればよかったな。お、レッドハーブ。ね、これちょっとしまって。ショットガン作る？ショットガンじゃねえや。できるのハンドガンだ。ハンドガンの弾はいらないと思うんだよな。1、2、3。閃光が1個。弾が26発か。火炎放射器か、使えるかな。ちょっと不安。なんかプレイステーションの時はね、使えたんだよね。めっちゃ第4第3形態のやつに上からシュッてきた瞬間にプーってやったら倒せたんだけど。 GV するとこ、あ、これか。無防備だな。よし、FC だの元に戻りましょう。エイダー。ちゃったよ。私がやる。終わらせなきゃ。どういうつもりだ。許してビン、もうこうするしかないの。何もかもアンブレラのせいよ。あんたもそうだろう。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか、最初から全部。あ、これはクレア編になかったね。えらいこっちゃ。そんなビリアム、なんてことをしたの。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。いくら弁解しようが、あんたの責任だ。あらららつけて。クラス A 収容エリアを検出。
よいしょ。あ、外したような気がする今。よいしょ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 。たまたま。両方ともハンドガンかよ。お。やばい。スプレーゲットしてハンドガンか。おっとやばいのだったぞ。いけそんなバナナ。おお。さすがに無理か。うんね。よし、オッケー。ふう。マグナも強し。作っといてよかったね。あと7発か。対象の無力化を確認。隔離を解除とします。マグナムがマグナムの弾落ちてないかな。え違うな。さすがに火炎放射はダメだったか。本当にプラント用っていうか、あの植物系の適用だね本当に。おマグナーム、これはハンドガンか。ハンドガンの弾めちゃくちゃあるやん。ここにありすぎやろ。よし、行きましょう。PS、プレイステーションだと火炎放射もうちょっと役に立ったんだけどな。まずいな。ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話、信じられないけど。G ウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ。FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない。産業スパイよ。G ウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。手任せ言うな。おめでたい人ね。もし G ウイルスがアクトホテルに渡ったらもう、うーん、
さてさて、さあ行きましょう。エイダの元に戻る。エイダー。お。これマジか。君のことを考えてた。私もよ。え？心配してたの。やばいっすねこれ。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて。早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いたよ。君は FBI じゃないと。おとなしく渡せばよかったのに。あらら。君を信じたかった。ダメだった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。G ウイルスを渡してレオン。殺したくないの。そんなこと言ってる場合じゃねえぞ。できるものならな。おっと、アネット、G ウイルスが。脱出しないとやべえよ。さて脱出や。逃げろ。個人的にはやっぱクレア編の方がストーリー的には好きかな。相変わらずすげえなこれ。さてさて、よし、一応この辺のを取って。あれは、お、クレア。ここはもう持たない。
よく聞け。脱出するんだ。今すぐ。ええ。脱出路はある。なんとかなるわ。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ？よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。よし、脱出だ。くそ。脱出脱出。待って待って。ナイフか。念のためのナイフ。行くぞ行くぞ。最後の。ナイフ。はいはい。あ、別に。行くぞ。よいしょ。ほい。うん。よいしょ。よいしょ。見つける？見つける？あん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。爆発まであと8分。あと8分。おお、マジか。お前はどうでもいいんだよ。ぜお前にかまってる暇はねえんだよ。逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。おっと。おい、マジか。終わった。おっと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 。あたた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 。危ねえ。まだいけるさ。よいしょ。これはいるか。火炎射器いらねえか、さすがに。ナイフと。よいしょ、いくぞ。よいしょ。うわくそ、誰が。あ、いた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 。タイランとか。爆発まであと7分。よいしょ。よいしょ。
よいしょ、避けれねえのか、はあ、なるほどね。無理やり止める、そういうことか。ちょっと待てよ。ね、これ以上は、あ、そうだ、でバーストつけちゃうか。んで、ナイフしまって、爆発まであと7分。よいしょ、よいしょ、よいしょ、さすがに無理すぎた。嘘、当たるのあれ。来る。どこか。行って。よし。オーケー。強すぎやろロケラン。さすが。サーカスウィン
に到着しました。爆発まであと5分。飛び移れ、レオン。オッケー。ふう。裏辺だとここでさらに G5 が追撃してくるけどね。もう忘れないとな。あってよかったハンドガン。よっしゃ。私が言った通りね。ふう、クリア。G の時にハンドガンをもうちょっと使うべきだったのか。まあいいや、クリアしたから。ふう。エンディングは別にいいや。OK、クリア。A ランクか。ニューヒーロー誕生。よし、そんじゃまあ終わりましょう。バイオハザード RE2 レオン表編。裏はね、どうしよっかな。裏は配信でやろうかな。やろうかなと思います。いつやるかちょっと見て。よし、さあ無事にレオン、クレア表編両方終わったんでね、レオンとクレアの裏編はライブ配信でやろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それでは、また次回にお会いしましょう。